不思議が登場してまいりました黒船でございます。黒船も、早いもので19歳を迎えました。初代スタリオンでは現役最年長となっております。昨年もホワイトフィンガー、 JBC レディースクラシックなど交流重賞3勝、12エコールがデビューから3連勝でデビューハイ2歳ステークスに勝ちました。また、ドリームセーリングやアップトゥーデイト、ジャンプ陣の健在で総合サイヤーランキング第6位と、結局どころかもう一度トップ5に割って入る、そんな活躍を見せてくれました。また母の父としてもだんだんと目立つようになりまして、昨年はブルドメアサイヤーランキング第8位にランクイン。お父さんのフレンチデッキ、フレンチデッキは任せて昨年ダービーを勝ちました母の父ですね、共に親子でトップ10入りを果たしております。今後あと数年間、まだまだ100頭前後毎年黒船参加がデビューをします。たくさんの黒船牝馬が競馬を終えて牧場に戻るということを考えますと、近い将来母の父黒船ということがより重要なキーワードになると思います。ぜひ早いうちに黒船の血を加えていただければと思っております。今年は種付け料は200万円です。フリーリターン特約はついておりません。万が一参加の出世の場合は全額お返しするという条件にて種付けを行っております。はい、ありがとうございました。黒船でございました。